from all those pretty words you said. It's like I'm wasted every time I see your face. I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted and I'm on wasted. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. And I won't waste it. はい、今日はお休みデーで、まず買い出しから行ってきました。お昼からの行動やってんけど、とりあえずそうガソリン入れに行きたかったんや。そうガソリンを入れに行きたかったのでコストコに行って、でなんだっけ、カルディにも行きたくってカルディ行って、でミスドも行って、でコストコ行って、でロピア行ってみたいな感じの一日やったんですけど、今日は購入品をほぼばっと紹介していきたいと思います。でこの購入品を取ったらご飯の準備をしてからジムに行って、で帰ってきてご飯食べてお風呂入ってみたいな一日になるかと思うんですけど、そう最近はジムだいたい休みの日、休みの前の日とか休みの日に行ったりしてます。でもちゃんがね仕事帰ってくるの遅いから、その普通の仕事の日とかにはあんま行けてないねんけど、そう家族で行くみたいな感じやから、ちゃんの付き添いとしてしか私は行けないので、そう好き勝手行けないんですよね。ちゃんがおる時に一緒に行くっていう感じなんです。はい、ちゃんが全然戻ってない。ちゃん何してる？しないとご飯炊けない。このヒントどうなってる？あなたさえいればどうかわからないぞ。持ってきてくれへん？何から行く？何でも。じゃあコストコから行こうか。コストコ行きます。ペン欲しいけどまあいいか。ではまずコストコの購入品から行きます。ブロッコリー 2.2kg 1348円。これです。これはもうブロッコリーです。見ての通りです。冷凍でね、まあまあまあ蒸しとかに使おうかな、サラダとかで使ってます。だいぶ盛りました。続きまして、金福からし明太バラコ1648円。いつものです。なくなったのでまだあるか、うん、まだあるねんけど、もうなくなるから、もうなくなるから買ってきました。はい、
万能やから 何でも使えるから。うん、サンが料理するときに主に使うよね、うん。続きましてカットしめじ498円、じゃーん。これはまあ何でも使うからそうやな、うん、最近使いがち。なおかつ我々はこれ、うん、このまま冷凍してますね。あ、そうですね、うん、はい。でももう冷凍せんでももう使うぐらいな、明日のお鍋でシュイって終わるから。はい、続きましてキャベツ2玉158円。え、やっぱ2玉で158円やったで。マジで、うん、結構安いやな、ほんなわおー、でかいしもう美味しい。最近使うんですね、うん、ヨーラに教えてもらった重ね煮みたいなんで、うん、をほぼほぼ作ってるんですけど、2日ぐらい持つから、一気にバーって作ったら、うん、ね、うん、だからキャベツ使うからだいぶ持ちそうやな、いい感じ。続きましてごぼう2袋、568円、イエーイ。体が最近冷えるんですよお腹が冷えてんの、数値も落ちてるし、あ、そりゃこんだけ冷えてたら落ちるわって言われてんけど、そう。だからお腹の冷えには根菜類かなと思ってごぼうを買いました。本当はね、大根消化不良とかもあるから、うん、大根も欲しかったんけど、大根ちょっと高かったんで諦めました。続きましてシーフードペスカトーレ2408円、じゃじゃじゃーん。これは1回食べたことございまして美味しかったんですけど、今日試食で改めて食べて、あ、やっぱり美味しいなと思って買いました。美味しかったな、久しぶりに食べたら。うん、試食の量でもなかった、うん、なんか紙コップにいっぱいあった、なんか、うん、すごい美味しかった、すごい美味しかった、うん。続きまして、アースチョイス 4.4リットル、2398円、これですね。あ、これか。じゃじゃじゃーん、こちらあの洗濯用洗剤で、オーストラリアのやつ、いつも使ってたやつが終わって、その後にアタックに変えてて、でそれが終わったらどちらの洗濯洗剤にしようと思ってたんやけど、やっぱり私洗浄力が欲しいとどうしても思ってしまって、そう、あれがなくなったらどちらのにしようと思ってたけど、ちょっと妹んちがもう使っててどうって聞いたら、うん、洗浄力はやっぱりな、そのやっぱ自然なものやから、うん、そんなに強くはないよって言われて、これ、うん、なんか血液のね、汚れがね、やっぱアタックとか落ちないんですよ。やっぱ前に使ってたコストコ の, あのドイツのやつ、パーシル、うん、パーシル、もうすごい血液汚れ落ちててんけど、で、まあ、あれさ、裏面にさ全部英語で書いてたからさ、 Google のカメラでさ翻訳してさ、まあまあ、 あの落ちそうやったんで、ちょっと試しに買ってみました。本当はね、まあ、でも結構な自然由来やったよな。うん、そうやな、うん、海面活性剤も基準のものみたいな感じやったし、あと何て書いてたっけな、悪いものは悪いものっていうか、え、写真残ってない？写真残ってない。あ、そうなの？また撮ればできる、うん、そんなにね、まあいいかなと思って、うん、感じやな。そう、全部が全部は無理やもんなはい、続きまして強炭酸水レモン800、899円、じゃびーん。もうこれはいつものですね、炭酸水。もう夏も終わりやから、そんなに消費せへんかもしらんけど、うん、一応なくなったから買ってきました。てな感じで今日のコストコさんは9点でしたね、1万253円でございました。ラベルレスってコストコで、うん、ラベルレスだから、うん、捨てやすいですよねっていう。ああ、そうですね、うん、
でこれは今日やと思うほんまに、うん、あこの途中までの分でももう一回時間を置いて飲むときにプシャーって顔に散るぐらい強いこれは、うん、そんな散らんけどそんな散るってちゃんより私の方が飲んでるってそんな感じ。じゃあロピア行きます。ロピアの購入品行きます。前だけなかったコストコ。ああえコストコ、あ、舞茸コストコ説は舞茸328円。キノコ大好きこのもう一瞬で終わるよ、うちね。すいません、コストコでした。以上コストコでございました。続きましてロピア参ります。ロピアさんは全部で12点買いました。でも今日はあんまり買ってません。いきます。一蘭一蘭豚骨598円。1個ね2個買ったんですけど299円でした。これ安くないですか。1つ500円ぐらいだったもんな。うん、高いから今まで買わんかったけど、うん、食べてみたい買ったやろ。うん、うん、なので299円は安いよな。うん、買ってみました。どうやろうね、美味しいって言うもんな。店はもうほんまに何十年と言ってない。あ、何にって20年ぐらい。そのレベル。うん、全然行ってないで。いや、でも俺も10年ぐらい行ってないかも。え、ほ、うん、10年は行ってるかもしれない。7、8年行ってない。なんだよ、そっちの方がやん。続きましてスカイリーフバターワッフル 40g×6 299円。これめっちゃ美味しいです。もうバターですこれな、うん、アニャもめっちゃお気に入り、ここ来たらもうおせんべい食べたいみたいな、うん、ワッフルなんですけど、これめっちゃ美味しいです。ほんまに美味しい、うん、バターって感じです。続きましてカルビーピザポテトビッグ199円。まあ単純に美味しいよね。うん、単純に美味しいそれ以上でもそれ以下でもない、うん、続きましてレンコン大入り459円。ちょっと高いレンコンです。根菜で食べます。続きまして人参3本250円。人参ですこれももう食べます。あのお鍋にしてね、重ね煮のやつで。最近さ、なんか重ね煮にするし、なんやろ、蒸しの時もやし、重ね煮の時もやし、結局どっちも塩しか使わんくって、ぬちまーすの消費量が半端ない。それ以外の調味料は全然減らへん、うん、最近塩しか使ってないかもって感じ。続きましてメイクイーン299円。メイクイーンです。高いな。うん、高いねじゃがいもです。続きまして、お得用大豆もやし 500g 100円。めっちゃ安ない。じゃじゃじゃーん、もう量って感じですね。はい続きまして、エビ漬け丼890円。これは私が大好きなやつです。じゃん、うん、これですね。これめっちゃ好きです。美味しい。いつ食べるのって感じですけど、今日晩じゃん。今日の晩らしいです。え、じゃあご飯炊かへんってこと。炊かんだよな。冷蔵庫入れんといてほしい、固まるから。続きまして、国産豚バラスライス特大610円。はい、
これが蒸しにするやつです。うん、そうやね。はい、やっぱ焼くより蒸すの方がなんかいいかもって感じ。油も、油が落ちるから。そう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 。続きまして、焼き鳥三昧ハラミハツモモ680円。こちらはちゃんがあの入れてましたわ、カゴに。これうまいねよな。うん、3種類入ってんねんな。うん、まあまあ量もしっかり入ってますわ。続きまして台湾風もりもりあさりビーフン600円。じゃじゃじゃーん、こちらは世界で一番うまいビーフン。もっと前やってる。こちらは世界で一番うまいビーフンだそうです。でもめっちゃもうニンニクとアサリって感じやんな。めっちゃもううまみうまみみたいな。うん、そう、めっちゃ濃いよ味。うん、うん、以上が12点で5382円でございました。あともう一個買ったのがなんかララポの中になんか本屋さんみたいな、本屋さん、本、古本売ってるスペースがあって、何気に見てたらちょっと興味のある本があったので買ってみましたね。こちらです。太りたくなければ体の毒を抜きなさい。これなんかちょっとチラチラチラって見たら、あ、ほらほらみたいなとこあったんですよ。なんかフライパンのところとかな。うん、陰とか陽とか、陰とか陽とかもあったし、紙コップのコーティングが問題とかもあるで。そうそうそう、これここフライパンのとことかね。妊娠中に使い続けると子供が低免疫になるとか。え、フライパンは鉄製のものって書いてる。選ぶ。鍋は鉄製、ステンレス製、ホーロー製、セラミック製にするとかって書いてあんねんけど。そうか。うん、あ、それ鉄じゃないな。うん、ステンレスなあ。うん、紙コップもあかんねんや。確かにコーティングされてるな。確かにな。実は口紅と一緒に鉛を食べている。そうそうそう、これがなんか腸をきれいにすれば体の毒は抜けていくって言って、なんか今勉強してるところの、まあ、話やったりとかいろいろ映ってます。えなんかいろいろなんやろな、オーリングの先生とかにもまあほんまに基礎の基礎のことやと思うねんけど、こういうのを言われたりするからね、いいかもと思ってちゃんが買ってみたらって 言ってたから買って読んでみようかなと思いました。はい、でもこれあの恥ずかしいからレジ持って行ってってちゃんに言うんだけど、ちゃんも行ってくれへんかった。私がレジに行きました。でもね、なんか勉強になりそうじゃない。電磁波のことも書いてるよ。え、書いてるってほんまに。136ページ開けてください。 電磁波出た出た。あ、 Bluetooth 使わないとかも書いてるよ。ほらもうやめろ。現代人もやめろ。やめてまえ現代人。森に行け。ほらスマートフォンはもうなるべく耳につけない。スピーカーフォン。スマートフォンをアラーム代わりに使うなら機内モードにする。機内モードにして寝てるよ私は。スマートフォンを胸ポケットや腰ポケットに入れない、カバンに入れる。
電波塔であるスカイツリー東京タワーを展望台に登るより遠くから眺めると良い。面白いな。面白いわ。とかね、眠っている間の電磁波対策も大切ですって。携帯電話を枕元に置いて寝るのは朝から不調を感じたり肥満を勧めたりする要因になりますよって。朝血圧が高くなるケースもしばしば見受けられますよってだそうです。はい。あ、電子レンジのことも書いてますね。食品を温めるとダイオキシンが発生すると書いてますけど、ラップもあかんって書いてますね。まあでも生きにくい世の中になってきますよね。うん、生きにくい世の中になってきました。はい、それは感じていますが、まあ、全部が全部は無理なんでね、できるところから気をつけながらでいいんじゃないでしょうか。はい、では続きましてカルディでの購入品いきたいと思います。カルディでは2点かな、2点です。はい、シナモンロールです。もうこれ溶けておりますね、冷凍やったんですけども、こちら美味しそうやなと思って買いました。シナモンロール、え、これもう溶けてるよな。、うん、溶けてるね。こんなん冷たいまま食べるんかな。じゃあそうかな、自然解凍でって書いてある。ああそうなん、じゃあ食べ頃ちゃう。え、冷凍しとく。うん、え、しとかん、冷蔵庫入れとく。ああ食べなあかんのか。うん、え、もう一回固めていい。うん、まあ別にいいんちゃう。じゃあ固めとこ、うん、シナモンロールが286円でした。で、続きましてがフルムーン、フルムーンやって、満足やん、満足じゃん、満月やん。フルムーンモルト レモンシャンディです。ビールのレモンテイスト。うん、発泡酒、なんかレモン、え、あしはレモンジンジャーエールかな。あ、シャンディガフ、シャンディ、あれはシャンディガフはジンジャーよ。うん、これはだからビールとうん、レモン、レモン、なんかこれ美味しそうやって、ちょっとこれ美味しそうって言ったらちゃんがお酒やったら買ってあげるよって言ってくれたんで買ってもらいました。400円。437円。ちょっと今日夜飲んでみたいと思います。美味しそうでしょ、ちょっと美味しそうと思ったんで買ってみました。続きまして、ミスタードローナーツでの購入品なんですけれども、これをどうやってちゃんが上に上げてみせる、うん、じゃあちゃんのやつからいきます。エビグラタンパイ237円。出しにくい、エビグラタンパイ、これはちゃん好きですね。これ世界で一番うまい。続きましてじゃがいもベーコンパイ248円。これは初めてですね。私がおっしゃるなと思ってたんですけど、もうマクドでベーコンポテトパイ食べれへんか。そう、売り切れちゃう、終わってたんな。恥ずかしながら34歳になって、、うん、ベーコンポテトパイの美味しさに気づいたんで。はい、ね、え、だってあれなかったんじゃない、限定発売やったんじゃない。そうかな、うん、これがチャンのやつです。で、私が買ったやつはクリドエンゼル&ワグリアン237円。クリーの季節がやってきて、なんか見るたんびに美味しそうやなって思ってて、今日はミスド行きたいなと思ってて、ちゃんが買ってくれました。クリ
で続きましてが、さつまいもどとろり蜜芋、うん、美味しそうじゃない？ すごい蜜しとるな。うん、芋と芋と栗を買いました。こっちが172円4点で894円でした、ね、うん、ということで全部今日はちゃんが買ってくれました。いつものことですてな感じの購入品でございました。続きましてはご飯の準備をしたいと思います。はい、ご飯何するんでしょうか。いざともあなたエビ食べないといけない。エビ食べるの？サーモン？俺は鶏食べないといけない。鶏って何？あー、あれね、うん、おつまみのやつ。ビーフンもあるし。ビーフン？ビーフン。ビーフンって何？アサリ。あー、ビーフンね、うん、じゃあもうご飯炊かへん？うん、チンご飯でもいいかなって思って。あー、オッケーオッケー。じゃあもう行く？ジム。そうやな。はい、じゃあジム行きます。着替えます。私、はい、水筒にはお水入れて、ちょっとミネラル、このオリジナルの方を入れて持ってきます。うん。うん。色なんか合ってるよ。そうそう、玄米炊くときも発酵にいいからミネラルは入れてます。まあご飯炊くときも入れてたんやけど。玄米の時も入れて、ミネラルはこれで取ってまーす、うん、洗い物終わったら行きます。どうですか、体動かすようになりましたけれども。まあいいことじゃないですか、うん、私は体動かすのが気持ちいい、動かしたいって思ってるなあ。すごいね。うん、なんかもっと生きたいって思ってるもん。そうね、うん、ここ最近いろいろあって忙しくてさ。うん、そうやな。寝たら胃が勝ってる遅いしな。うん、遅いしな、うん、だからね。まあでも筋力がつくまでは行ってないんかなって感じやんな。そうやな、うん、筋トレもしてるんですけどね、なかなか難しい。で、昨日からうちはついに玄米デビューしました。もう七分好きでも五分好きでもなく、玄米そのままいっています。もうなんか白米が終わる、もう今日で終わりやでっていうのはなんかすごい悲しかった正直。でもあ、もう終わるなって思う 2,3 日ぐらい前からもうちゃん、もう次で終わりやでみたいな感じで言っててんけど、やっぱさ、白米ってさ甘い、美味しいやん、うんうん、そうそうそう、甘いからね、美味しいってところでね、玄米、なんか玄米20穀米とか16穀米とかやったことあるねんけど、結局やっぱ続かんくってめんどくさいとかもあるし、まあなんていうの、口の中違和感、わかる？うん、があるっていうか、ね、そういうのでなんか、ね、結局いろいろ続かんかってんけど、そう、白米にだって混ぜる16穀米でさえ続かんかったもんな。で、まあ、それもさ結構高いねんな、言っても
そうそうそう、だからね、なんかなかなか続かんかってんけど、まあね、ご縁があり玄米を、しかも何無農薬の、うん、をいただくことができ、玄米を食べるだけで栄養素が取れますよみたいな感じや、ミネラルも取れるし、うん、みたいな、完全栄養食とか言うような、うんうん、まあ、昨日は炊飯器の機能にも玄米ってあるぐらいやもん。そう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 、なんかもう水に浸すのとかがめんどくさいなと思ってて、先生はその通常の水の2倍をやれば別になんていうの、つけとかんでもいいよって言ってはって、うん、先生んちはつけとかんと、もう水2倍の量でお塩を一つまみ入れてやってるよって言ってはって、うん、でそれ先生のところも私炊飯器でやってると思っててんけど、うん、聞いたらステンレスの鍋でやってるって言ってはって、でもうちは炊飯器でやるやんか、で玄米モードに して調べてできるんかなと思って、うん、じゃあできるってなってて、でつけるっていうのも浸水、うん、もう炊飯器がやってくれるって書いてたから、ああラッキーと思って、うんうん、105分かかんね、105分、今までやったら42分ぐらいとか45分とかな、そう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 やってんけど、105分かかるからまあまあ早くから炊いとかないと、うん、あかんなっていうのはあるねんけど、まあでもつけるよりかはマシかなと思って、うん、であと今までやったらさ、さっ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 て洗って終わりやってんけど、うん、今はもうこの、今までは炊飯器の鍋に白米入れてこうやって洗ってみたいな、洗って終わりぐらいやってんけど、うん、今はザルに玄米入れてガガガガって、あの昔のこのガッガッみたいな感じでやってんのよ、うん、そうそうそう、ガッガッってやってるから、それもちょっと時間がかかるポイントではある。そうやな、そう、でもこうやってガッガッってやって、ちょっとこうなんていうの、その皮が、玄米の皮なんていうの、その栄養のところが、うん、こう外れるぐらいにこうザルでこう揉むといいよって、うん、そっからこう入っていくからみたいなね、うん、っていうのを聞いたので、昨日頑張ってガッガッってやってんけど、うん、ザルにさ手が当たって痛いなとは思った。そうやな、そう、ザルが、ザルでこうやってやるときに手も擦れるやん、うん、痛って感じやったけど、まあまあけど削れろ削れろ削れろと思いながらやってた、うん、でヨンチもその30キロもらってヨンチ20キロやねんけど、ヨンチは7部か5部にするって言ってた、うん、うん、精米機行くって言ってた、うん、そう、精米所、精米機もなんかいろいろあるんやって、ヨーラはね JA のやつがおすすめって言ってた、ヨーのお友達知り合いの方も精米してるんやけど JA でやってるっていうのを言ってたらしくて、うん、JA がおすすめらしいよ、うん、で視聴者さんが教えてくれたのは、そのね、まあ、水水分をたくさん含むともちもちして美味しいよっていうのと、うん、塩とあと小豆も入れてるって言ってはった。小豆、うん、うん、美味しそう、それも赤飯みたいな、そう赤飯みたいで美味しそうやんな。まあでも玄米は確かに、え、でもね最初炊けた時ピーピーって言うやん、うん、匂いがもう違うかった、炊いてる時の匂いが、あ、そうなんや、そう匂いが違うくって、あ、ミネラルももちろん入れてんけど塩も入れたよ、私は塩とミネラルを入れて炊いて、ちょっと水も規定のとこよりかはちょっと多めにした、うん、で炊けた時に混ぜた時に、あ、ちょっと水分多かったかもとは思ってん、うん、けどそっからちゃんが帰ってくるまでにまだ時間があったから、うん、そのまま置いてたから、まあいけたよね、うん、柔らかめやったけど全然もち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 やった、うん、もちもち、まあそうやな、水分多めのご飯、水分多めやったよな、うん、多分こっちじゃない、うん、
無理な、うん、怖いか、またですよ。で、まあまあでちゃんに一口さっき食べて言って食べてもらってんけど、まあいけたよね。ちょっと芯が残ってる、うん、みたいな感じやったけどいけた。でちゃんがいつもやったらお茶碗いっぱいついでもう何回もおかわり行くみたいな感じやけど、うん、あのそのお茶碗いっぱいで終わってたからあんま美味しくないんかなと思ってたんやけど、まあ慣れですね。慣れやな。うん、でもこれでそのあのな食べる量が減ったら自然と、うん、そうやな、痩せる、うん、痩せるっていうのもあるやろうし、うん、あと水分を結構含んでるから、うん、腹持ちがいいっていうのも先生言っててんけど、うん、確かに確かにって感じやったな。いや俺はもう朝起きたなんか、まあ、朝なんか空いてた。そうやな、腹持ちがいいっていうのはある。あのちょっとの量でお腹がいっぱいになったっていうのもある、うん、腹持ちはじゃあ分からんかもしれへんけども、危なかったな。全然見ずにドア開けてた。やばいっていう感じかな。そうだから白米バイバイしたね。したな、うん、本気出せばまた白米できるから。うん、あれをね、うん、あれを白米にもできる。確かに、まあ、でもせっかくな、せっかくやから五分か七分ちゃう、うん、やっても、うん、そんな感じやな、うん、そんな感じやな、うん、あとは最近はねご飯はもう本当に重ねに風みたいな感じのをやったり蒸しをやったりっていう感じでやってるかな。でも結構なんかほったらかしでいいからどっちも。ああなるほど、ね、そうそうそう、鍋にぶち込んでしまう。そう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 、切ってなんか切って塩を入れて切って塩を入れてみたいなんでも、あとはもうほっとけば無水鍋でやってもらえたりとか、蒸しもなそのままでよかったりするから、うん、で持ってさそのなんか変な添加物とか調味料からも取ってない塩だけやから、うんうん、いいかなと思ってんねんけどな、まあ、そう、うん、いいよ、ここでねいけるやろ、食っちゃったら、うん、食っちゃった。そんな感じでございました。では着きましたのでジム頑張ってきます。どう止める、こっちにあったもん、そうやな、終わりました。なんかさあそこが寒いからさ汗かいてもすぐ引くよな、うん、そしてなんかブルブルってくるねんけど寒いからか、うん、今日は初めて走れました。走れた15分、うん、すごいと思った。あとさなんでさいいかってさなんかムーンになれんねん。あムーンになる、うん、あの走ってる時歩いてる時とか無祭りですね無になれるから気持ちいいんかもしれない。 あと体動かして汗かけるのも気持ちいいんやろうな。体動かすのが気持ちいいし無になる時間があるから好き、うん、はい、頑張った、うん、やっぱりたまに体動かしてるってのは、うん、いいことだよね。うん、大きいよな。あとお金払ってるから、ね、うん、行かなあかんっていう、そうそうそう、義務感だ、うん、でも行きたいの方が大きいで、今日もちょっとあの筋トレはちょっと今日初めてゲー出るか思いましたけど重くしすぎたかな。清潔だからな、それがいいよね。あ、それはある。清潔感大事、ジム、うん、これが結構大きいかな、うん。
まあ、いいよ、運動できました。はい、では帰ります。And I promise that I